皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ナリーグドジャース 6×5 ロッキーズ2024年9月22日ロサンゼルス。ドジャースの山本義信投手26が22日日本時間23日本拠でのロッキーズ戦に先発。3回4失点で交番も打線が劇的なサヨナラ勝利を収め、勝敗はつかなかった。 試合後の主な一問一答は以下の通りカウントを悪くし球数が多くなったまずしっかりコントロールして投げられなかったので悪いカウントで勝負することがすごく多くなってしまったのでそれが失点につながったかなと思います請球に苦しんだ原因はフォームの部分にあると思うしっかりとゆったりとした間といいますか自分のいいフォームで投球できなかったかなと思います 試合前のブルペンの感覚は、特に、いつも通りでした。相手打者がボールを見極めていた。やっぱり打者有利のカウントになることが多くなってしまったので、そういったピッチングの基本となる部分をまたしっかりと試合の中でできるようにまた次に向けてやっていきたいです。スプリットが見極められていたように見えた。見極められたボールもありましたし、決めきれていないボールもありましたし、 ストレートがいいところに決まってない分、スプリットが見極められたのかなと感じるところもありましたし、いろんな要素があったかなと思います。2回から三振奪うなど立ち直ったように見えた。どんな修正をしたか、良い感覚が出ているボールも何球かありましたし、それをしっかりつかみきれずというか、リズムに乗っていけなかったので、途中で良い球を何球か投げられましたけど、そこから最後、 失点してしてまっったたりいいピッチングがでできなかったですねシーズン終盤という重圧は、いや、もうそこは毎週、1試合にしっかり集中して登板するっていうのは毎週変わらずやっているので、いつも同じ気持ちです。さよなら勝ちはベンチでどう見てたか、とにかく応援してました。プレーオフに向けて調整は、今日の登板は良くなかったですけど、体のコンディションはすごくいいですし。 とにかく次の1試合に向かっていつも通り調整してとにかくいつも通りやっていきたいです。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。